スマホ買っちゃおう、モバイルドットコム。花粉症で目がかゆい、どうもチェホンと、公園でまた走りたい、つむきです。よろしくお願いします。お願いします。先日の動画が意外と好評で走ってですね、よかったね。私の下手な走りがお披露目された。そんなに下手じゃないけどね、そんな下手じゃない。はい、今回なんですけれども、 Galaxy S20 か Galaxy S10 どっちを買えばいいのかっていうところをご紹介していこうと思います。はい。あのね、コメントにね結構多く寄せられてまして、うん、そうだね、 S20 か S10 どっちがいいんですかと。確かにね、迷うよね。私が買う側でも気になるかもしれない、うん、ね、気になるよね。じゃあそれでは早速 Galaxy S20 か Galaxy S10 どっちを買うべきかを見ていきましょう。Galaxy S20 のスペックをご紹介していきます。 6.2 インチ有機 EL ディスプレイ、リフレッシュレートを 120Hz に今回初対応しました。スナップドラゴンは865、エクシノス990、これはどちらかを CPU 搭載しています。国内ではスナップドラゴン865を搭載すると思われています。メモリは 8GB か 12GB を搭載しています。おそらくね、国内は 8GB になるんじゃないかなと思うんですけど、ただノート10プラスあったじゃないですか、あれが 12GB だったんで、まあ、もしかすると 12GB モデルなのかなとちょっと期待してます。で、ストレージが 128GB か 256GB、 トリプルカメラを搭載しています。バッテリー容量は 4000mAh、 5G 対応となってます。続いて Galaxy S10 のスペックをまとめておきましょう。 6.1 インチ有機 EL ディスプレイ、 CPU にスナップドラゴン855を搭載してます。メモリは 8GB、 ストレージが 128GB で、こちらもトリプルカメラを採用。重さは 157g でトリプルカメラを採用。バッテリー容量は 3300mAh です。それでは早速それぞれの比較をちょっと詳しくしていきたいと思うんですけど、サイズ感と重さまず見ていきたいんですけど、はい、S20 は 6.2 インチ、 S10 は 6.1 インチです。うん、はい、これ見てもらうとね、あの解像度もねそれほど大きくは変わってないんですけど、アスペクト比がね実はちょっと変わってて、20:9これが S20、 19:9これが S10 なんですけど、ちょっとね縦長に S20 はなってます。はい、若干縦長で、あのその下側面の幅はね S20 の方が狭くなってると。まあ持ちやすくはなったんだけど縦長になって、重さも 6g 増えてます。実際に持った感じはどうなんですか？実際に持った感じはね、 Galaxy S10 の方が持ちやすい。うん、そうなんだ。まあ、持ちやすいというのは操作がしやすいのかな。結構縦長の影響を受けてるんですかね。そう、なんか受けてる感じが、なんかね、あの持った感じ重心がね変わったっぽいんですよね。縦長になったことで操作入力とかするときに、まあ、なんかね打ちにくさがあるというか、手に持って操作する感じは個人的には Galaxy S10 の方が打ちやすさ、操作しやすさはある感じですね。バッテリー容量なんですが、 Galaxy S20 は 4000mAh、 Galaxy S10 は 3300mAh で、実はねこう見るとバッテリー容量って結構増えてるんですよ。だいぶ違うね。そう、こう見るとだいぶ違うんですけど、実際はね持ちほとんど変わらないか、もしくは S20 の方が持ちが悪い感じがします。あ、そうなんだ。そうで、今回ねリフレッシュレート 120Hz 対応してるじゃないですか S20 は。はい、でこれをオンにするとねめちゃくちゃ減り早いんですよね。うん、はい、確かに。オンにするとおそらく S20 の方がバッテリー持ちは悪いと思います。前回の動画でバッテリー検証もしたじゃないですか。はい、結構早かったもんね。ね、あれね結構早いんですよ。でリフレッシュレート 120Hz じゃないと大丈夫じゃないですかって、まあコメントもらったんですけど、はい、もちろん 60Hz に落とすとおそらくねもうちょっとバッテリー持ちは良くなるんですけど、とはいえそこまで大きく変わるかっていうと実際問題多分そんなに変わらない。うん、これはね使っててなんとなく思うんですけど、あの減り方はねリフレッシュレートだけじゃ多分ないと思うんですよ。なんでまあバッテリー持ちここまで増えてるけど、まあ Galaxy S10 と S20 バッテリー持ちは同じぐらいだと思ってもらっていいと思います。続いてカメラ仕様を見ていきたいんですけど、 Galaxy S20、 S10 はどちらもトリプルカメラを採用してます。で細かいところでね、実はね標準カメラが S10 はね可変式 F 値がね切り替わるんですよ、自動で。 F 値が 1.5 と 2.4 環境に合わせて切り替わってくれます。これがね S20 では廃止されてて、 F 値が 1.8 に固定されてます。何が違うの？明るい環境には明るい環境に合わせた F 値で、
暗い環境には暗い環境に合わせた F 値でっていうことを、あの前回の Galaxy S10 ではできてたんですけど。ああそうなの、うん、撮れる写真の感じもじゃあちょっと変わってるってことですね。結構ね色味が違うんですよね。うん確かに、うん、はっきりと違う感じがしてて、どっちがいいのかっていうところは、まあ、あの今ちょっと随時検証中で、実はしっかりしたことはまた次回あのお伝えをしていこうと思うんですけど、うん、細かくね実はね違ってるんですよ。そうなんだね、はい、でここら辺はね可変式が好きだった人にとってはちょっとね惜しいポイントというか、個人的にはねなんで廃止しちゃったんだろうみたいなところはあります。で、あの望遠カメラがね結構大きく変わってて、 S20 は画素数がね一気に上がって、うん、F 値が明るくなった、光学ズームが3倍に、画質を落とさずに、まあ、遠いところまで撮れるようになったと。 S10 は2倍光学ズームで、しかも S20 の場合は最大30倍の超解像ズームが使えるようになってる、まあ、だいぶね寄れるようになったんですよね。S10 は最大10倍デジタルズームが可能です、うん、だからね望遠を気にするんだったら S20 の方が絶対いい、うん、はい、であと動画もね地味に変わってて、 8K 動画を S20 では撮影することができると。ただね 8K 動画を撮影するかって言われるとねなんか難しいところがあって、うーんしないよね正直そうなんですよね、うん、そうなんですよ。だからその辺も地味には変わってはいるんですけど、まあ、あんまりここはね重要視、うん、そんなしなくてしなくてもいいかもしれない。 S20 だいぶズームできるようになったけど、うん、ただちょっとやっぱズーム荒いよね。荒い、うん、今のところ現時点で分かってることがあって、うん、あのファーウェイ P30 Pro 日本でも出ましたよね、望遠が50倍までデジタルズーム可能だっていう、うん、あれと比較するとねやっぱりねズームはあっちの方がいいんですよね。だいぶ画質が荒いなっていう印象ですよね。20はそうなんですよ、もう撮った瞬間に分かるこれは荒さがあって、うん、あの P30 Pro よりも実用的ではない、うんかな。今まであのギャラクシーシリーズって望遠がねちょっとあの物足りないところはあったんで、うんうん、今回そこはね強化は一応されてるんだけど期待しすぎはダメだよっていうところは覚えておいてください。続いて細かな仕様を比較しておきたいんですけど、これね細かな仕様がね意外と大きく変わってて、ギャラクシー S10 ではイヤホンジャックが搭載されてましたよね、うん、ギャラクシー S20 で非搭載になりました。でしかもねビックスビーボタンなんですけど、 S20 ではこれが非搭載になってます。これについてはね個人的に非搭載でいいなって思ってたんですよね、うんうん、はい、ビックスビーボタンって結構誤動作が多かったんで僕の中ではなんか押し間違えちゃう、そう押し間違えちゃうんだよね、うん、でただイヤホンジャックなくしちゃったかみたいな今まであったんだよね。そうギャラクシーシリーズはね比較的あのずっとイヤホンジャックがありで通してくれてて、で前回のねノート10プラスで初めてイヤホンジャックが廃止されたじゃないですか、うん、あれでねちょっと嫌な予感はしてたんですけど、やっぱり S シリーズも廃止と、うん、ここはね賛否が分かれるところで、まあギャラクシーシリーズ好きな方はやっぱりイヤホンジャックがあったらいいなみたいなところあるんで、うん、個人的にはちょっと残念かなというところです。であとねあの急速充電、S20 がね 25W に対応してます。よりあの充電を早くできると、うんうん、いうところもまあいいんじゃないでしょうか。さらに 5G にね S20 は対応してます。これがね一番大きいところだと思うんですけど、うん、ただね 5G がねまだどうも国内でもねしっかり整ってないんで、対応するまでにまだ何年かかかりそうですよね、うん、一応ね夏以降ね一気に拡大されるみたいなんだけど、うん、それでもねあんまりな感じなんですよね今のところ。エリア的に、ね、そうエリアのカバー率ってなると、まあ、安定して入るのはやっぱり来年以降、うん、まあ、2年後に、まあ、完璧になるのかなぐらいなイメージなのかなと思ってて、ってなるとね 5G もちろんいいんだけど対応してる必要は特にないのかなと思ったりもするわけです、はい、次デザイン、デザイン見といてほしい、はい、あの S10 とさ S20 のどうデザインパッと見た感じ、個人的にはねこれ個人的だよ、個人的には S10 の方がやっぱりよくって、そうだね、うん、カメラのね横並びの方がかっこいいよね、うん、いいかも、うん、すっきりしててねやっぱり個人的には S10 の背面デザインが好き、うん、ただあの前面見てもらうと分かるんですけど、パンチホールがすごい小さくなってますよね、インカメラ。ああ位置も変わってるね。そう位置も変わってパンチホールが小さくなって、でしかもねディスプレイのベゼル幅もかなり狭くなったのが見てもらえると分かると思うんですけど、あ確かに細かく前面ディスプレイはすごく良くなってるんで、その前面ディスプレイでこの背面、あの S10 の背面だったら僕完璧だなと思ったんですよね、うん、それがいいかもだからね惜しいよ、インカメが右にあるっていうのはちょっと気になるかもしれないね。あれね気になったんですよね、うん、うん、でノート10プラスで真ん中に来て、あこれいいじゃんってなって、さらに今回小さくなったんで、うんうん、まあ完璧だなって思ったんですけど背面、背面ね、背面が欲しい、うん、
じゃあ次、価格と発売時期を比較しておきたいと思います。 Galaxy S10 についてはね、去年もう発売されてます。2019年5月23日に発売してます。で、 S20 はね、一応4月ぐらいって言われてます。3月中に発売なんていう速報も流れてたんですけど、そうなの、うん、でもこれね、確定情報じゃ全然なくって、おそらく僕の予想だと4月だと思います。で、価格見ておきたいんですけど、 Galaxy S20、米国向けの価格で今約12万円ぐらいで販売をされてます。 5G モデル、やっぱ高いよね。高いね、うん、そう考えるとやっぱ高いと思う。で、 Galaxy S10 はドコモのオンラインショップで9288円、au オンラインショップだと88165円、 au の方が今安くなってます。はい、でしかもね、 au さんは春得割っていうのがあって、はい、最大2万2000円の割引が、ああいいね、はい、安い割引適用ができると、もうめちゃめちゃ安くなると。って考えるとさ、結構価格差が出てきちゃうんだよね。例えばね、au の春得割最大適用だと、まあ6万6000円ぐらいで買えるわけじゃないですか、はいはい、S20 のまあ約半額ぐらいになってくると。あー、確かに。そう、あれコスパ良くないみたいな。あ、そう考えると全然 S10 だね。ね、ってなるんですよね、うん、はい、じゃあちょっと最後まとめていきたいんですけど、はい、Galaxy S20 を買うべき人、望遠カメラに高性能ズームを求める人、30倍ね。そうです。で、 5G を絶対使いたい人、うん、できるだけ最新モデルが欲しい方、まあ、っていう感じになってくるわけですよ。うん、でも最新が欲しい人はいいかもしれないけど、うん、5G にこだわる必要はないと思うしそうだね、まあ、もちろんね、ガジェット好きからするとね、 5G ってやっぱりこうなんか歴史が一瞬変わる、うん、歴史が変わる瞬間じゃないですか、うんうん、だからそれに立ち会える瞬間を楽しみたいって人にはまあ全然おすすめ、うん、ね、高くてもそれだったら買うし、ただね、ただ一回考えよう、 Galaxy S10 はもう今だと半額で買えるから。そうだよね、そう、動作も快適だし、そう、でカメラも普通によくって、そう、で安い。そう、椿さんが言ってくれたのが Galaxy S10 を買うべき人。ぶっちゃけ Galaxy S10 ってめっちゃ良かったんですよ。良かったよね、めっちゃいい、うん、あの動作もすげえ快適だし、確か持ちやすくて、そう、軽かった、軽かったよね、うん、そう、うん、でしかもね、カメラもすごい綺麗だったんで、うん、まあもちろんね、あの Galaxy S20 のカメラ良いですよ、いいですよ、良いですよ、うん、いいですよ、もちろんいいです。でスペックももちろん上がってます、うん、上がってますよ。ただね、どこまで求めるか本当に考えてほしい。そうだね、そう、明らかにね、ちょっと最近オーバースペック気味になってきてるから、スマートフォンって、うんうん、あの自分がどこまで使いたいのかっていうところを一回考えてみて、でかつね、やっぱり価格も大事だと思うから、うん、au さん安いよね安いね。そう、だから本当にね、6万6000円とかで Galaxy S10 シリーズを買えるんだったらさ、うん、ね、私は断然 S10 ですね。そうね、ってなるよね。でしかもね、あの Galaxy S20 はまだ発売日が決まってないっていうのもあって、うん、おそらくね、おそらく4月になるって僕は思ってるんで、うん、ってなるとね、もう買う選択肢としては、もう今買うんだったらもう3月買うんだったら S10 でいいと思う、うんうん、S20 が発売するとおそらく価格下がると思うんですよ。あ、 S10 の価格がまた下がる、うん、そう、もう一歩下がると思う。ただね、うん、そのタイミングで在庫切れが発生してくると思う。あ、なるほど、うん、だから逆に買えなくなってくるんで、うん、もうだから今買っといて全然いいと思うんですよね。そうか、うん、っていうのが僕の結論です。個人的には写真の色味の感じが全然違うなって感じたので、うん、なんかね、 S20 の方が色が濃く出てるような気がするんですよね。はい、なんでこれ次回また見ていきたいなと思います。そうですね、そのあたりもしっかり検証してますんで、うん、あのそこも動画にしていこうと思ってます、はい、もしこの動画がよろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。